Alright guys, welcome back for more Digimon Adventure Blind. In the last episode, well, the gang have Takeru and Yamato, I count Myozumon, or Feimon, Tama Digimon to Angelmon, or finally, as well, I believe the other episode contained, Sora and Mimi went out to the sky box, went to the sky tower and battled Death Merrimon. In this episode, well, we would do the two side episodes, which is Snow Globe and Mystery Emails with only Taichi. So let's start this episode. Okay. Atsuine. Doko ni itte mo natsu massakari da yo.デジモンワールドはいいよな。ん？どうして？デジモンワールドなら雪山とか海とかいつでも行けるじゃないか。あー確かに。雪だるもどうしてるかな。東京に来てくれたらひんやりして気持ちいいだろうね。よし、アグモン、涼みに行こうぜ。涼みに行ってどこに？いいからいいから。あー涼しい。ほんと天国だよな。あ、これ見ろよ。うわー雪が降ってるみたいだね。スノードームっておもちゃさ、雪だるまに見せたら喜ぶだろうな。デジモンワールドのみんなは元気かな。そうだ、デジモンワールドならきっとメールは届くだろう。写真に撮ってメールで暑中見舞い送ってみようぜ。暑中見舞いはよくわかんないけどなんだか楽しそうだろう。すみません、このスノードームください。あ、なんだここは。ひんやりしてて骨まで凍えそうだ。ムカつくぜ。誰かに八つ当たりしたくてたまんねえ。アグモン、奴を止めるんだ。Alright then, I guess we're playing against Merrimon. Hopefully he's safe and then Merrimon. Let's see. Yes, in the last, well, in off screen, I did A1 palace, A1 skill palace, but I'm gonna show you. But you see, the two still have a fire spirit and defense break for Omnimon, and one more, which is the auto one. If you can do it or not. Yeah, I put anger on him instead of Tetamon, so. So, easy way to switch attack. Easy way to switch attack. And just going to take him down like that. He waves. Ow. Oh. Right ahead, getting more stronger. Oriflame. Oriflame! Oh no. Starting fast and you mess. You got anger is really up. Yeah, you got destroyed one more time. He's down. Soto got upset to see it. I'm gonna heat up stamina.悪かったよ。ここはデジモンワールドとは違うから気をつけてね。あ、どうしたの太一？スノードームが壊れちまった。これじゃ雪だるもに手紙送れない。俺のせいだ。せめてものお詫びにこれ。Skill card. What is the chance of skill deal? あ、ありがとな。スノードーム
Alright, go to the next one. Mystery email. It starts this episode. やっぱり自分の家は落ち着くな。トイチ、パソコンの画面が光ってるよ。なんだこのメール、文字化けしてるみたいだけど。光が丘って書いてあるよ。え、アグも読めるのか。俺には全然読めないけど。まあね。なんだろうこれ。さあ、それしか書いてないよ。やっぱり光が丘のことだよな。よし、行ってみるか。8人目の子供の手がかりが見つかるかもしれないしね。マンモンの騒ぎも収まったみたいだな。警察もいなくなってたね。今のところ手がかりは何もなしか。タイチ、上だ。ヘルマン、Art Destroyer out. Okay, Metal Greymon. Metal Greymon! Defense break. Go ahead. Don't be mad. Damn it. Fire Spirit. Back up, defense up. Oh.Okay, and he has anger. Giga Destroyer. Giga Destroyer! Yeah, that almost a halfway damage. Continue with Giga Destroyer. Giga Destroyer! One more and he will be down. Sonic Destroyer. Oh no. That's not gonna do. Yep, I got my anger.You fix him up for the last time. Giga Destroyer! Destroyer! Hey there, what's the Paramount about? Ambush. Increase the chance of making your first strike. But he was a enemy. That Digimon, I've seen somewhere. That's right? I've never seen a Digimon before.やっぱりどこかで見たことがあるの？これは何？ SP Dance Omega. Recover 100 SP で SP R I like. さっきのデジモンが落としたみたいだ。何かの手がかりかもしれない。しょうがないね。家に帰ろ。あ。Okay, now it's time to do the main episode. Fateful Encounter, Tailmon. What this book means. 反応している。なんでこんなところに。デジバイスだ。カラスが拾って巣に隠したのか。おい、ウィズム。そんなところで何してるんだ。いえ、何も。何もなくてこんなところまで来るのか。いや、見つかってしまいましたか。何？こちらの世界は思ったより楽しくて、つい酔っ払ってしまったんです。なんだお前もか。そんなことしてるとパンプモンやゴツモンのように消されるぞ。いや、バンデモン様にはご内密に。テールモンの仲間と来たらデクノボばっかりだな。このデジバイスをバンデモンに渡すわけにはいかないな。しかしデジバイスがここにあるということは、8人目の子供は一体。はい、ヤガミです。お嬢、どうだった？8人目は。それが全然ダメなんだ。いないんだよ。僕たちの他に光が丘から引っ越してきているのは。そんなバカな。でも預かった名簿の分は電話したぞ。あるとしたら太一の名簿だ。あれか、見つからないんだよな。手がかりはそれだけしかないんだ。しっかり探してくれよ。分かったってば。参ったな。今度は誰だ。はい、ヤガミです。太一か。
あ、ヤマト。渋谷の事件のニュース聞いたか？渋谷？ああ、急性貧血とかでいっぱい女の人が運ばれたってやつか。俺たちさっきまで渋谷にいたんだ。え？じゃあそのニュースって？バンデモンに襲われた。あいつ自分の手下を消したんだ。なんだって？大臣、あいつ本当に何するかわからないぞ。早く8人目を探さないと。ああ、そうだな。あの光という子を見ているのですか？ウィザン、八人目は見つかったのか？いえ、しかしこれを見つけました。デジバイス、なぜそれを？カラスの巣で見つけました。どこだ？八人目もそのあたりにいるはずだ。いいえ、八人目の居場所はあなたの心の中にあるのではないですか？心の中？昔の記憶を取り戻すのが怖いのですか？恐れず自分の過去を取り戻すのです。ウィザーモン、あなたと出会うまで私はいつも一人だった。友達もできず、いつも一人で旅をしていた。飢えて疲れて孤独で、倒れても誰も助けてくれず、私の一生もあっけなく終わると思った。その時あなたが助けてくれた。そんなこともあったっけ？私が孤独で心を固くしたまま命を落とすところだった時、私を孤独から解放してくれたのはデイルモン、あなただった。あなたは確かにあの時言っていた。ずっと誰かを待っていたと。待つ？私、ええ、あなたはそう言っていた。私は誰を待っていたのだ？確かめましょう。ミーコ、ミーコどこ？あなたは？私はウィザーモン。空を飛んできたの？あなた昼間の、やっぱりコロモンの仲間なんでしょ？さあデジバイスを。何？この子が8人目の選ばれし子供なのか？ええ、そうです。ではこいつのデジモンは？思い出してください、あなたは誰を待っていたのかを。そうだ、確かに誰かを待っていた。幼年期のニャロモの頃から待って、待ち続けたが誰も来なかった。そして成長期のプロットモンになり、待つのをやめ自分から探そうと旅に出た。だが私の行く手に現れたのはバンデモンだった。そして絶望の日々が始まり、いつしか忘れてしまった、誰かを待っていたことを。なの？8人目の選ばれし子供って？おい、光！お兄ちゃん！お前たちは！待て、話を聞いてくれ。光、こっちへ来い。そいつらは敵だ。二人とも離れて！ヘビーフレイム！やめて！光、危ない！デールモン！光、大丈夫。このくらいなんともない。デールモンが光をかばった。戻したか、閉ざされた記憶を。ああ、私は8人目の選ばれし子供を待っていた。光を待っていた。テールモン、テールモンは光のデジモンなんだよ。そうです、光が8人目の選ばれし子供、そして私がそのデジモン。テールモン、お前のことはそうだとしても、そっちのやつは私の仲間だ。そんなこと信用できるか？信じてくれなくても構わない。デジバイスは君が持っていてくれ。どうして大事にデジバイスを？光とテイルモンのことがバンデモンに知られると危険です。君が持っていれば光とテイルモンは安全だ。わかった、これは俺が預かる。で、これからどうする？
光の紋章が必要だ。本物の。本物？私たちが持っているのはコピーだ。本物の紋章はバンデモンが持っている。ここで待っていてくれ。私たちが取り返してくる。待てよ、バンデモンの居場所はどこなんだ。俺たちも行くよ。ダメだ、危険すぎる。テールモン！光の紋章はここに隠してあるはずだ。バンデモン様がお帰りになるまでここは立ち入り禁止だぞ。俺たちは見張りの交代に来たんだ。あれ？こんなところで何してるんだっけ？見張りを交代して家に帰るんだろう？はあ、そうだった。じゃああとはよろしくな。おやすみ。紋章はどこだ？早くしないと。焦るな。バンデモンは夜明けにならないと帰ってこない。あった！間違いない！本物の紋章だ！本物の紋章を盗んでどうするつもりだ？何？選ばれし子供たちに味方するか？お前のその目、やがて私に刃を向くことは分かっていた。お前を倒す！Are you kidding me? Are we fighting Vandemon with Tailmon? Okay, it's just, Night Battle. Oh. Great. Get to Scream!Yeah. Then I'm gonna end well with Wizard Mar. Yeah, I'm gonna end well with Wizard Mar. So. Yeah, no help. Yeah, what if Wizard Mar went down? Yeah, man. Get to Scream! Great.Ooh, unconscious. Night Rain! Yeah, come on, it's not game over. Mazu wa omae kara katazuke yo, Wizardmon. Bandemon, yaru nara watashi wo yare! Sono me, kibou no hikari wo obite.夢を信じようとする光。そうだ、信じていたからここまで生きてこれたんだ。信じさえすれば夢も希望もある。その夢のためにもお前を倒す。何？お前を倒さなければ本当の自分を取り戻すことができないからだ。自分を取り戻すだと？まさかお前は八匹目のデジモン？なるほど、そうだとしたら話は別だ。まずは大事なお友達を地獄に送ってやる。ウィザーモン！ウィザーモン！助けに来たぞ、テイルモン！タイチ！そちらからお出ましいただけるとは光栄だな。グレーモン、進化だ！私に通用するか。選ばれし子供がわざわざやってくるということはやはり八匹目ということか。何を言っているんだ。私は八匹目なんかじゃない。それはこれからわかる。テイルモンをおとりに八人目をおびき出す。紋章などなくとも八人目はすぐに見つかる。卑怯だぞ、バンデモン。また会おう。待て！あはははは。テイルモン、
Alright then. And our assassin will be a Bond? Yeah, fuck. So let's start this episode. もうすぐだ。霧の結界を張り終えた時、この地は地獄に変わる。東京の土は美味しくない。バルモンは土から栄養を補給するから、土はご飯みたいなもの？まあね、なんてまずいのかな。あのね、この辺はちょっと前まで海だったのよ。あれ？ミミ？ミミじゃないか。カルモ、隠れて。ぬいぐるみってごまかす手もあるけど、趣味が悪いって思われたくないから。趣味が悪いって、私のこと？深く考えないでね。パパ！こんな時間に何してたんだ？この霧で電車が遅れてね。さあ、帰ろうか。お帰りなさい。ママ、迎えに来てくれたのかい？うん。お料理用意してたらパパが帰ってきたってピンときたの。ママ、今日のメニューは？キムチチャーハンにいちごと生クリームのトッピングよ。いいね、美味しそうだ。いっぱい食べてね。うん、いつまで隠れるの。54点。11年生きてきて最低の点数だ。元気出せよ。人生山あり谷ありさ。今日は居残りだって家に電話しなきゃ。おかしいな、電波が届いてないのかな。明日まで待つんだ。みんなにも連絡して助けに行くから。ひかりちゃん、眠れないのは太一も一緒だよ。今は我慢して寝とくんだ。ごめんなさい、お兄ちゃん。うん、兄ちゃんに任せとけ。どうした千代か。あ、石田さん、大変っす。うちの局の電波どこにも届いてないです。何？原因は不明です。ただ放送システムが飛んだのは霧が出てからです。電話や携帯も繋がりません。どこに行くんですか？決まってるだろう、調べに行くのさ。それ。わかりました、桜田君、行くわ。はい。霧が出ているのはこの範囲なわけだ。お台場だけすっぽり覆われている。そろそろ局に戻った方が。今回の霧、例の怪獣騒ぎと関係があるのか。おかしいな、どこにも繋がらない。ねえ大地、朝で行かなくていいの？それどころじゃないんだ。あら、そう。ほら、後輩が呼びに来たわよ。はいはい、おはよう。助けるんだ。バンデモン様の命令だ。貴様たちを連行する。大地、光！いた。お母さん。大地、光！悪あがきしよって。さあ、バンデモン様のところ。ごめん大地。お母さんは後で必ず助けるから、今僕と逃げて。母さん。お母さん。うちの子が妖竜に。
大丈夫かアグモ？うん、なんとか。タイジ。え？ヤマト？こっちに隠れよう。ああ、なんだって？嘘じゃない、光が8人目の選ばれし子供だったんだ。驚いたな。それにしても一体何が起きてんだ？俺も親父に叩き起こされてここに隠れてろって言われてさ、親父によるとお台場全体を覆ってる霧のせいで外と連絡がつかないらしい。お台場全体が隔離されてるっていうのか？きっとパンデモンの仕業だ。光を捕まえるためにお台場ごと封鎖したのか？子供も大人も見境なしだ。くっそ、私のせいなの？違う、お前が悪いんじゃない、バンデモンのせいだ。でも。いいか光、あとはお兄ちゃんに任せてここでじっとしてるんだ。ヤマト、しばらく光を預かってくれないか？ああ、わかった。光、お母さんたちを必ず助けてくるからな。お兄ちゃん、テールモンもお願い。ああ、任せておけ。行くぞアグモン。してたわ、お醤油の買い置きを切らしちゃうなんて。何？化け物？マジカルファイヤー！空のぬいぐるみじゃなかったの？サッカー部の朝練はどこでやってるの？この先の小学校の校庭。急がなきゃ、空が危ないの。え？これは空の帽子。遅かったわ。空？ここはリックサイト。操られたり捕まった人間はみんなここに集められているみたい。空はどこにいるのかしら。今度は中を探しましょう。ねえピオさん、変なこと聞くようだけど、空私のこと嫌いだって言ってなかった？全然、空言ってたよ、お母さんの愛情が分かったって。あの子、こんなにたくさん人を集めて何を企んでるのかしら。ねえミミ、いい加減隠れるのやめてもいいでしょ？ダメよ、見つかったら離れ離れにされちゃうわ。仕方ないわね。ソラさん、ミミちゃん、ミミちゃんも捕まったの？うん、パパとママも一緒に。ねえ、私進化した方が。パルモンもいるのね。周りは敵だらけだし、様子を見ましょう。残念。子供たちが、子供たちが。落ち着きなさい。今頃あの子たちがオレンジ色の恐竜に食べられているかもしれないのに。安心してください、ソラちゃん。その恐竜なら私たちの味方です。いいですね、男性陣が見張りに飛びかかりますから、その隙に女性と子供は逃げてください。あの、うちの夫に危ない真似させないでください。はあ、おい、あなたは黙って。男性は他にもいっぱいいるんです。Okay, this video is getting too long, so in the next time on Digimon Adventure Blind, well, we'll see what's going on this mess, so see you guys later.